んばんは、平井博明です。今回はですね、アプローチあります。久しぶりだな。そう、久しぶりだよ。アプローチ、ロイヤルメド以来かな。結構久しぶりだね。2、3年ぶり。そうだね、2年ぶりぐらい。2年ぶりぐらい。いや、結構久しぶり。確かにやってないね。あの動画の途中でちょこっと打ったりはするけど、アプローチの動画は久しぶりだよね。そうだね。やっていい。やっていいんだけど、もうやることあんの。あんだよ。あんの。あんだよ。アプローチ当たってます。どうですか。当たる。短いから言ってんだよ。違うんだ、当たってないんだよ。俺レッスン見ててもみんな当たってないから。嘘。うん、どっかん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 、本当にそのうち温泉出てきちゃう。本当やってんだ。やってる。やってる。ちょっとやっていいですか。平井博明のワンナップゴルフ。まずアプローチは仕組みというのがあります。クラブとボール、頭とボールって言ってもいいんですけど、その関係性の仕組みがあるんですよ。クラブのちょうど真ん中、ここを支点にしてくださいって覚えておいてください。どういうことかというと、ボールを右に置きます。じゃあ真ん中真ん中にしよう。最初こう、すべて真ん中こうしたら、ここも真ん中だよね。したらボール右に置いたら、ここを支点にこうなる。でグリップは左に出る。でボール左置いたら、ここが支点になるから、ヘッドが前に出てグリップは右に出る。こういう関係がこうやってできてないとダメなの。こういう、だからヘッドとグリップが右に行くことはなくて、ヘッドとグリップが左に行くことはないわけ、うん、だから絶対に対角線上にボールのセンターに対して、こう対角線上にこうやってクラブがあるイメージだね。こう、ああそうなんだ。そう、なんかこうこうよね、こうよね、うん、こうやってバンカーとかさ、うん、アプローチとかさ、だからこれはなしよねってこと。まずこれがなんでやるかっていうのは、右のスペースを広くするため。ボールのこうやって構えてるじゃない。でこれが全部センターでね。そしたらこっから、これが最下点になってるわけじゃない。でこう上がってこう打つのが普通でしょ。でもさ、それだとさ、ボールが最下点にもちろんなってるから、ジャストに入れてこなきゃいけなくなってくるじゃない。そうだね。だけどボールを右に置くと右サイドは広くなるのね、うん、その理由っていうのが、このクラブに対して地面が垂直にこうなってる、うん、と一緒なんだよ。だからここの地面の右側の地面が広くなるわけよ、イメージ。ここが最下点になるから右に置けば、こうやって振ってんのと一緒じゃない。あってことは、本当の地面とここの隙間の余裕が、ラッキーゾーンが できるわけよ、はいはいはい、だから右に置けばダフる確率が減るわけよ。これが通常だけど、はい、ボールを右に置けばこの地面が上がるのと一緒でしょ、うん、はいはいはい、そうしたら本当の地面とここのラッキーゾーンができるって言ったじゃん。だから広くなるわけよ、こうダフらないゾーンが、はい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 、そうだから右に置くの。へえ、そうなんだ。そうだ、それを作るのは何って言ったら、これなの。へえ、だから右に置くんだ。そう、そのヘッドと対角線にグリップを置けば、そのセーフティーゾーンっていうのが、ダフらないゾーンっていうのは広くなる。だから俺ロイヤルメドウのアプローチで、本当は左足上がりの方がダフんないけどねって言ってるのと一緒。そう、地面が下がってんだから。そうだよね。そう、ダフれないじゃない。そうだね。そうだから左足上がりをダフるって嫌で。そうだよね、地面下がってんの。本当はダフんないから、むしろ左足下がりの方がダフるんだ、地面が上がってんだから。はいはいはい。そうだから、そういうのが分かってきたら、アプローチ寄るしかない。寄るしかない。寄るしかない。そうだから俺は左足上がりのアプローチ、うん、左足上がりのアプローチは、うん、わざと地面に逆らってたんですよ。もっと広くするの、ラッキーゾーン。だから重力に対してまっすぐ立つよ。だからこういうなのにこういう感じなの、うんうん、そしたらもっと広くなるから、全ダフれないってな。届かないね、地面に。届かない。そうだ、ボールのところに構えて逆らってるから、うん、普通にボールにこうカツッと当たるだけだから。よくね、フォロースルーで左、うん、地面が左が上がってんだから、突っかかるじゃんっていうの、うん、突っかけて、あ、突っかかるじゃん、それ突っかけていいんだよ。だからイメージは、うん、こうやって打つの。はいはいはい、そうそうそう、だって地面上がってんの。そうだよね、最下点の時には地面なんだから、そう
しょうがないんだよね。そう、そこから地面にこう刺さるようなもんじゃない、うん、そうで傾斜に対して平行に立ったら、うん、それは突っかかりませんよねってこと、うん、だからそれは平井は逆らって立つから突っかかっちゃうよねって、うん、だからそれは突っかけていいんですよ。そう、そういう関係性が分かってくるとアプローチのミスが減ってくるし気持ちの余裕が出てくる。あ、これダフんないんだ。お腹だったりクラブの真ん中をとりあえずセンターとしてボールを右に置いたんだったら、うん、こういう感じだったら、うん、もうそれこそダフんないよね。うんうん、うん、こうやって、うん、で、まあ、上げる時とかバンカーとかっていうのは、まあ、真ん中に置いて、うん、よくね左足重心って言うんだけど、うん、こうやってやる人はいないんだよね、うん、左足に重心をかけるのよ。軸まっすぐでこうやって。だってバンカーなんてさ上げたいしさ、うん、フェース開かない人もいるけどさ、うん、でも顎はあるから上げなきゃいけないじゃん、うん、その時に左足に重心かけんだよって言ってこうやってやったら、うん、そら低く出るわね。そうだね。ダフらないためにこうやってやるってセンター取ってこうやってやるって今言ったばっかりじゃない。でもバンカーでそれをやっちゃったら、うん、そら上がんないよね。でバンカーダフらせなきゃいけないんだから、うん、ダフっていいんだったらこうやって左に重心をまっすぐこうやってかけりゃいいじゃない。こうやって、うん、そう、それをこう上からこうやって入れたらいいじゃん。そう、それをこうやってやるから難しいバンカーって。そういうのが分かってくればショートゲームなんて全然へのカッパ優しい優しいもうすぐ明日からやってる本当に。そうだね、すぐできるね。すぐできる、すぐできる。だから変な話絶対やんないでくださいね本当に。トール君に注意書きもお願いしたいぐらい。こういうとこに置いてこうやって打つの。ダフらないから関係ないからさ、うん、これダフってたらシャフト折れちゃう。だからやらないでください。でマットもめくれちゃうんでやらないでください。プロだからできます的なやつですそういうのができてくるようになるんですよ。しっかりとボールにどう入れるかっていう風に最終的になるんですけど、ダフらないためのボールの右側のこっちのスペースを広くしてあげる。当たる。だから左足下がりを作ってるんだったら変な話こっからここまで入れられるわけじゃないですか、リーディングエッジを。そしたら別にそんなパッてトップとかダフりとか出ないので、まあ、そのイメージで打っていただきたいですよね。そういうのが自分で軸をこう傾けて地面のこの傾きをまあイメージ通り作ってあげて、傾斜通りに架空の傾斜通りにクラブを動かしてあげれば勝手に上からクラブが入るようになるので、このイメージでアプローチはやっていいんですよ。ただそれをフルショットでやるとボールが曲がるんですよね、軸を傾けちゃったりすると。なんでそれはまあアプローチ50ヤードいないですよね。短いアプローチだったらまあ特にやってあげた方がいいですよね。メリットが多い。まあ、そのイメージで。ただ注意点として軸を左に傾けるとこうやってアウトに上がりやすいんですよ。こうやって、うん、こうやって左行くじゃねえかって言われる前に今言ったクラブが動くのはターゲットに対してどう動くかなんですよ。例えばアプローチでもフェースを開閉するんだったらそれはオンプレーンよりもインサイドに行きますよね。こうやって。でもアプローチは僕は私はフェースを開閉しませんよって言ったらターゲット上にこうやって振りますよね。そんなのは説明しなくてもいいか。わかるな。うん。だからこういうことがすぐジャッジできたらミスをしなくなるんですよ。少なくなる。これはもう本当に今のは絶対知っといてほしいですよ。フェースローテーションするなら大きい扇を描く。それは体の回転軸に対してヘッドを動かします。でもイメージが湧かない、フェースを開閉するとイメージが湧かないっていう方はターゲットに対してまっすぐヘッドを動かす。こういう意識多少入ったっていいんですよ。イメージ意識なんで。そうだからこういうまっすぐとこういうまっすぐが出来上がりますよってことですね。こういう、ここは一緒、スタートは一緒なのにこういうまっすぐ、二通りのまっすぐが出来上がりますよっていうのだけ気をつけてください。まあ知っといていただければなんで右行くの左行くのっていうのが分かってきますので、それでちょっとやってみてください。右側のスペースですよねを広げること、あとはまっすぐ違いが起こってるんでそれはスイングタイプによりますよってことですね。あれ、それさっき言ったシャフトの真ん中を中心で構えられてない人結構多いの？ほとんどじゃないかな。あ、そうなの？あ、ほとんどじゃないかな。へえ。
今の左右に振った違い、要はこれの違いが今言ったじゃない、うんうんうん、それに対してこのグリップのこのウィークフックも含めてちゃんとできてる方っていうのは少ない。なんか初め見た時に思ったのは、ど素人的な見方をするとボールの後ろにさヘッド置いてんだからさ勝手にそうなるじゃんと思ったの。そんなこともないんだ。こう構えてねえだろってこと？あ、じゃなくてまあ置くじゃん絶対にボールの後ろに。だからなんかそれで例えばボールを後ろに置いてたら勝手になんていうのグリップ前に出るからそうなるんじゃないかなって思ったんだけど、これをね、うん、こうやってやるじゃない、うんうん、こうやっちゃう。あ、手の、なるほどね。そうはい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 。それは素人考えではない、トール君。クロート目線だね。いや一緒に手も動くじゃん、だってこうやって自分が動いたら動かない本当の素人は動かない。ボール右置いてくださいって、うん、ここに。あ、そうか、こうやっていいもんだと思わない。ああ、そうかそうかそうか、そういうことか。そう、もうトール君汚染されてますからねだってそんなに手ね動かさないっていうか自分の真ん中にあればこれじゃ真ん中すぎるから、うん、ボール左出してくださいって、うん、こうやってる。そっか、そしたら確かになんないよ、ずれちゃう、うん、ずれちゃう。でも基本の考えとしてはグリップエンドがおへそを向いてるようなイメージがあったら、まずは、うんうん、こうやって、はいはいはい、そしたらなるよね勝手に。そうなる。それがあると大間違いはしないです。ちょっとのズレはあるかもしれないですけど、うんうんうん、大間違いはないんで、これ大間違い。あ、そういうことか、うん、はいはい。そうだから確かに今トルク言ったようにそういうグリップのズレ真ん中にしないでこうやってズレちゃう人とか、うん、そういうのもいるかもしれないですよ。なんでそういう場合は基本的にはグリップエンドっていうのはおへそを向くイメージで構えていただいたんですよ。ハンドファーストっていう構えを基本としてる方っていうのは、うんうん、左太ももの、まあ、内側この辺を常にグリップエンドがこう刺してる、うん、こうやってこうやって常にここを刺してこうやってこういうイメージ。ハンドファーストだとあれだね、すげえ右に置いてる感じになるってことだよね。そう右に置くとそうこうね、普段でさえなんか右に置いてる感じになる、うん、だからそういうボール位置クラブ手の関係性っていうのが自分のものだよこういうのはっていうのが早く分かってきたら、もう本気でアプローチって寄るしかないから、めっちゃ上手くなる。それがそういう意味だ。あ、それの基本の考えとして、うん、要はこうやってこうなってますよってこと。そう、ヘッドが右行ったらグリップは左、ヘッドが左行ったらグリップは右っていう関係性が分かってれば本当に大間違いし、なんでそれをアプローチの基本の考えとして取り入れてみてください。練習場でちょっとやってみてください。例えばこうやってなってたってあんまりミスってしないですよ。ちゃんとこうやって戻ってくれる、うん、でこうやってなってたってただこうドンって打ち込むだけでそんなにミスはしないんですよ。しっかりと左右対称の回転を基本として入れてれば大きなミスってないので、見た目のイレギュラーから何かをやろうとする、例えば右に置いてた球が上がらなくなるんで右に置いてる球をこうやって上げに行ったりとかするからミスが出る。そしたら右に置かなきゃいい、上がりすぎちゃうなっていう位置はどこなのかを逆に探してあげるんですよ。そうすると上げに行かなくなるんで、こういう逆のことをやる練習っていうのも大事なので、いろいろ試してみてください。で今回はですね、アプローチのボール位置とクラブの傾き角度とは手の位置ですね、まあ、それをちょっと動画でやっていきました。まあ、あのレッスンに来ていただけましたらまたより詳しい内容のレッスンをさせていただきますので、ぜひお越しくださいませ。はい、で今回はアプローチについて撮ってきました。最後までご視聴ありがとうございます。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。